海外兆候でございます。フィラルクとフィライーバ、この2種類を追いかけていきたいと思います。おっ、食った。俺の夢がもうちょいのとこまで来てる。ズレアクティビをご覧の皆さん、こんにちは、山根です。はい、今回の動画、なんと海外兆候でございますよ。ついにズレアクティビでも海外ロケでございますよ。行き先はブラジルという国とガイアナ、ね、この2カ国へ行きます。でターゲット、ピラルクとピライーバっていう世界有数の超巨大魚、この2種類を釣り博 TV では追いかけていきたいと思います。でね、海外兆候、僕はね、大きく分けて3つのパターンがあると思ってます。1つ目はツアー会社を利用する海外兆候ですね。僕もね、チルトリップっていう海外兆候ツアーのアテンダーとしても活動しております。僕がね、お客様をお連れして海外で、魚釣りを案内するという形です。2つ目が、もうすでに海外に住んでいますよと、ね、駐在員の方であったり、まあ、1ヶ月2ヶ月といった長期のね、海外出張の合間にその土地で魚釣りを楽しむ、これも、海外兆候の一つ。3つ目の釣り、これが今回僕がね、皆さんに、お見せするいわゆる旅スタイルの釣りです。釣り竿を置いていけば、いわゆるバックパッカーってやつですね。リュック1つで行きたい国、行きたい村に入ると、この、まあ、旅スタイル、まあ、僕らは飛び込みスタイルなんて呼んだりするんですけども、この海外兆候はおすすめできません、ね。今回の動画を見ていただいて、もしもね、海外の魚釣り行ってみたいなって思われる方、ぜひツアーをご利用ください。安心ですし、釣果も手堅いですし、旅のね、期間も短くすることができます。こういう旅スタイルでやる魚釣りって楽しいですし、得るものも経験値も大きいんですけども、まあ、その反面ね、リスクも大きいですし、かかる日数っていうのもね、大きくなってきます。なので、まあ、僕からおすすめできるのはツアーを利用した海外直ね、ということだけをまず冒頭で、しっかりとお伝えさせてください。今回はいい機会ですし、GoPro だけになりますけども、カメラを回させていただきます。僕の目線でね、カメラをつけますんで、僕がどんな景色を見て、どんな場所を歩いて、誰に出会って、どんなね、自然がこの地球の裏側にあるのかっていうことを皆さんにお伝えできればいいなと思って、はい、今回撮影をすることを決めた次第でございます。ということで、こんだけの荷物、全部で20キロあります。これをリュックに詰め込んで、今からまずはブラジルへ向かって旅立とうと思います。それでは行ってきます。はい、ということで羽田空港到着しました。今回僕が乗るフライトは、これね、22時55分発、まずはロサンゼルスに向かいます。でロサンゼルスの次、パナマを経由してブラジルマナウスに入ります。ロサンゼルス空港に到着しました。久々の長時間フライト、ちょっと疲れましたね。深夜便だったんで、よく寝れました。でもあったこれね、9時15分パナマ行き、パナマ行きのフライト、いよいよ搭乗開始です。パナマ向かいます。はい、パナマに到着しております。もうね、ずっとね、飛行場のね、カットが続いていると思うんで、おそらくどうだろう、冒頭1分ぐらいの動画なんじゃないでしょうか。ですが、これ僕にとってはもう48時間ぐらいかかってるんですよ家出てからね。とはいえね、ようやく次の飛行機で、ブラジルに到着します。ただ釣り博 TV でお伝えする兆候はブラジルではなくて、その先のガイアナっていう国、
での、釣りになりますので、まだまだ移動は続きます、ね、ブラジルに着いたら街の風景だったりとか、ご飯だったりとか、川も見れたらね、アマゾン川、ね、撮影できればと思いますんで、なかなか釣りは始まりません。もう長いですよ。僕の目線で一緒に旅をしていただければと思います。やっとブラジルマナウス国際空港に到着しました。もう髪の毛ぺったんこ、3日間風呂入ってないです。で、今ねここはブラジルのマナウスっていう町なんですけども、アマゾン川のほとりにある大きな町です。ここからまずは空港からね、マナウスのダウンタウンに向けて、市バスで移動したいと思います。まだ真っ暗ですよ。朝のね5時20分です。あ、でもね涼しいっちゃ涼しいよ。うん、ジメッとはしてるけど、いやーでもいいな、いい感じいい感じワクワクするね。空港から出たもんね。こんな感じです、マナウス国際空港。また1ヶ月後に戻ってきます。バス来るんかな、てかバス停あるんかな。でもこのなんかねドキドキワクワク感がたまらんすわ。ちなみに、調べたらタクシーもあるし、ウーバーも走ってるし、救急っていう配車アプリもあったりとかして、まあいろんなね交通手段があるみたいですけど、まあ一番安く行ける、市バスに乗ってみようかなと言ったところです。急いでたらね、タクシー使っちゃうんですけど、今日は、今日の夜の高速バスまで時間がたっぷりあるんで、ちょっとした節約でございます。あれじゃね、ありましたよそれっぽいのが。よかったよかった、これですねバス停。はい、無事バスに乗って、ゲストハウス、ドミトリーみたいなところ、ホテルマナウス、ちゃうわ、ホステルマナウスってところに、転がり込みました。ちょっとねバスの中は、撮影禁止のロゴが貼ってあったのと、無事にバスを降りてもなんかちょっとねまだ街が暗くて 日が昇ってなくて、なんかこうカメラを回しながら歩くのもちょっとね治安がよくわからなかったんで、スタ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 と来てしまいました。とりあえずバッグだけ預けて、預かってもらってシャワーだけね浴びさせてもらいました。めっちゃさっぱりね、3日ぶりのシャワーを浴びました。僕がねこの釣りハック TV のロケ終わった後に、アマゾン川を遡上しようと思ってるんですけど、その時に行きたい町 に出ている船の、まあ、値段だったりとか、出航曜日なんかを確認して、最後にガイアナに向かうバスの今日の、時刻とかを調べて、さっきのホステルマナスに戻ろうと、そういう感じです。ということでちょっと街を探索してみましょう。着きました、アマゾン川です。でかい、すごい広いですね。いっぱい船が来てて賑わってます。あのボートが多分長距離船ですね。このマナウスっていうね、街は結構船で移動するのが最もなんて言うんでしょう、ポピュラーというか、道路よりも川を使った航路が一般的らしいです。で、あの船見てみるとハンモックが吊り下げられてるじゃないですか。ね、あんな感じでみんなハンモックで揺られながら何日もかけて目的地に向かうという感じらしいですよ。いやー大雨です。大雨。いつの間にか大雨ですよ。今あっちに見えてる青い建物、あれが、おそらく高速バスターミナルです。なので、この雨が止んだらちょっとバスターミナルに行って、今晩の、バスの予約を取りたいと思います。今回はいろんなバス会社があって、僕が行きたいね、ブラジル北部の街に、いろんなバスが出てるんですけど、せっかくなんで一番高いやつにしました。
ここに来て安いんじゃなくていっちゃん高いやつにしました。これエスターのこのスーパーリクライニングチェアがついてるやつ、これにしました。1万円ぐらいします。で12時間かかるそうなんで、まあちょっとホテル代わりに、さすがにね、それで3日連続機内泊だったんで、ちょっといいとこで最後は寝ようと思います。なんと釣り具屋っぽいものを見つけたんでバスを飛び降りました。ぽくない？釣り具屋っぽいよね。ちょっと中入ってみたいと思います。ちょっとね、撮影許可をいただいて撮らせていただいてます。フェザージグを買わせていただきました。持ってなかったんでね、フェザージグ買いました。これで1個700円ぐらいです。おまけしてくれました。スウィッシャーですね。ピーコックバス用のルアーがずらっと並んでます。この辺まで来ると僕らでも見慣れたラパラとかストームのルアーがちょっと並んでますね。さあ今日のお昼ご飯です。米に肉にソーセージ、これだけ乗っけてもらって23レアル、5、600円ぐらいか、安い。いただきます。肉、うん、うまい。脂が、肉柔らかい、めっちゃ美味しい。めっちゃシンプルで味しないけど、めっちゃ柔らかいです肉。うまい。あ、バスターミラノに来ました。すごい賑わってます。僕が乗る超ビップバス来ました。やばいよ、でかいよ、2階建てだよ、超楽しみ。じゃあ準備して乗り込みたいと思います。無事ビップバス乗り込みました。めちゃくちゃ広いし快適ですよ。これ多分足伸ばして寝れますね。すごいっす。めっちゃ広いし、でかいし、レッドカーペットですよ、レッドカーペット。やばないですか。もちろんトイレもありますし、2階建てで、なんかすごいっす、本当に。はい、休憩地点です。それにしてもめっちゃ寝た。全然覚えてない、いつ出発したか。気づいたら毛布もらってたし、ポテチもらってたし、コーラ1本増えてたし、やばいですね。もう記憶ない、気絶してた完全に。そんぐらい疲れてたんだろうな。今ね、朝の3時半です。あと5時間ぐらいね、ちょうど中間過ぎたぐらいでしょうか。まだ寝れるんで、もうちょっと爆睡したいと思います。よし、順調ですよ。まあ、一つ問題発生で次の町に行きたいんですけども、こんなにバス会社いっぱいあるのに一つしか出てないと。それがこの、オレンジのなんて言ってたっけな、アマトゥアっていうバス会社しか出てなくて、そのバスが7時半と4時半、1日2回しか出てないと。で今8時半ちょい過ぎなんで、ちょうど逃したね。2時間前の高速バス乗ってくればトントン拍子で行けたってことですね。で、まあそんな感じで16時半のバスを待ってもいいんですけど、迷ってます今。ライアナに今日中に入りたいんで、できればね。ライアナに入ろうとすると16時半だとちょっと遅い、うん、一応ねイミグレーションが6時までっていう情報があるんで間に合わないと。なので、まあ、タクロボかなと思っています。親切なタクシードライバーの方が他のバスターミナルがあるぞってことでそこまで連れてきてくれました。でここはいろんな町に向かって、乗り合いタクシーみたいな感じですねが出てる。客が集まるのを待ってます。
バックは屋根の上です。マジで落ちないでほしい。これはね、ブランコ川っていうアマゾン川水系の支流ですね。いいね。ブランコ川にもね、僕も釣りたい。僕がいるんですけど、今回はちょっとスルーです。いつか機会があれば川でも釣りがしたい。はい、いきなりホテルの映像になりました。無事ガヤナに入国しました。あー、全然ね、最後動画回してる暇もなく、こうね、イミグレに入ったんですけど、まあまあちょっと大変でしたけど、なんやかんや行って入れました。まあ何があったかっていうと、乗せてもらったタクシーのうんちゃんがそのまま、僕がね、あのガヤナに行きたいって伝えてたんで、ガイアナのイミグレにドンってつけてくれて、そのままバッとどっか行っちゃったんですけど、でそのイミグレでスタンプをしてもらうってなった時に、僕はそこがガイアナのイミグレじゃなくてブラジルのイミグレかな、でも見た目ガイアナっぽいしなと思いながら入ったら、まあ、案の定ガイアナのイミグレで、あ、ブラジルのスタンプいるよねっていう話をして一回戻り、だからブラジル側のイミグレに戻ってスタンプをしてもらって、またガイアナに来て、ガイアナのイミグレでスタンプをしてもらって、ホテルに入りました。久しぶりのホテルですってか、初めてだね。今回の旅初めてのホテルで、ちょっと奮発で、エアコン付きのね、いい部屋にしました。ここでだいたい5000円ぐらいかな、多分一泊。ちょっと高めです。2500円ぐらいで泊まれそうなんですけど、今ね、12時過ぎ、1時ぐらいなんで、まあ、ここから、今日はもうちょっと休憩、いろいろ体勢も整えたいし、休憩したいんで、で明日は朝から、いよいよね、僕が行きたい川に向かうための移動手段を探します。まあ、今日当たりをつけに行ってもいいかなと思ってるんで、まあ、ちょっと休憩した後ちょっと街を歩いてみて、明日ね、車出してくれそうな人だったり、まあ、乗り合いタクシーバスみたいなものがないか探しに行きたいと思います。ということで一旦休憩、マジで疲れた。はい、あー、ベッドだ、最高。5日ぶりのベッド最高。やっぱ人間はね、フラットな場所で寝るべきですよ、マジで。そういう生き物なんだよ。はい、今ホテルに入って、やっとね、一人っきりの空間に慣れてるので、ちょっとお金の整理なんかをねしています。全部ね、一箇所に持っておくって結構危ないんで、こう有り金を分散させていくんですけど、僕が今使っている財布はこういうボロい財布と、もう一個ね、ちゃんとした財布がカバーに入ってます。で、これゆうちょのキャッシュカードなんですけど、これをクレジットカードと見せかけるためのダミー、もしも強盗にあった時にこの財布だけパッと渡すっていうことですね。なのでこっちには少額しか入れないです。これがガイアナのお金ね、5000ガイアナドル、これで約25ドルぐらいの価値だと思います。米ドル、ガイアナはね、米ドルが結構使える国なんで、米ドルです。これ今40ドル、80ドルあるね。で、残りのお金っていうのはしまう。で、これはブラジルのお金ね。レアルはもう使えないので、また奥にしまう。ね、海外長行のお金、非常に大事。ね、どこで何があるか分かんない。スリ、ひったくり、強盗、ね、置き引き。普通にあるんで、マジで気をつけます。あ、これはね、GPS ですね。GPS 通信機って言って、電波が入らないところでも、メッセージを送れる優れものです。ここは Wi-Fi あるんですけど、今ね、ちょっとテスト的に、僕の家族にね、着きましたよと、ガヤナに着きましたよとメッセージを打ったところです。はい、そんな感じで、こうやってね、落ち着いた場所で、一人の場所で、体勢を整えるってこともめっちゃ大事です。親切な方々に教えてもらってバスステーション見つけたんですけど、なんと出発が3時間後、
あ、ちょっと待って、スーパー見つけたんで、ちょっとスーパーで買い物します。スーパーで買い物してきました。で、何があったかというと、とりあえず僕が行きたい川に向かう乗り合いバス、まあ、途中下車なんですけど、はなんと今日の夕方4時に出発だそうです。今1時40分、ね、さっきチェックインしたばっかりです。5000円も払ってどうしようかなと思って、ちょっと予定よりもなんというか早いですね。結局また夜行バスっていう。もしもこれで僕この夜行バスに乗ったら5日間連続で夜移動っていう、まあかなり効率がいいですけど、あ、迷ってますね。そんなコーナーでちょっと今ホテルに戻りたいと思います。はい、これですよ、海外あるある、食あたりです。昨日の夜からあれこれ12時間以上出っ放しです。はい、まあ、僕胃腸あんま強くないんで毎回なるんですけど、まあ、今回早いっすね。ブラジルで食べた肉か、昨日の朝食べたサンドイッチか、昨日の夕方食べたリンゴか、そんぐらいしか食べてないですね。ろくなもん食べてない、まあ、昨日ちょっと夕方の時点で食欲なかったからリンゴにしたんだけど、朝のサンドイッチかな。今ね2時です。4時にバスが出るんで、4時のバス乗るか、幸いにもこのホテル部屋は空いてるんで、もう一泊して休養するか悩みますね。良くない良くないよ。いやでも早く来たいな。腹痛い腹痛いっす。いよいよ出発です。すげえ体調悪いですけど行きます。何があっても何も話しません。めちゃくちゃお尻に力を込めてあのバスに乗り込みたいと思います。Thank you. カエルが鳴いてる。とりあえずちょっと明るくなるまで待ちましょうか。この中にいさせてもらえそうだね。あ、いいじゃん。机はぶっ壊れてるけど。なんとかね。ビアルクとピライバが住む川のほとりにある村に着いたと思います。道端にボンって下ろされて、今小屋を見つけたんで、ちょっと小屋に入らせてもらって、とりあえずね明るくなるのを待とうと思います。暗いうちに歩き回るのはやばいんで、明るくなって30分ぐらいは経ってからちょっとね村の方に突撃したいと思います。いい人と巡り合えますようにと願いながらね待ちたいと思います。ちなみに僕の気になる体調の方なんですけども、絶不調です。多分人生史上最も辛い夜の移動だったなと思うね。下痢が止まんない。あとはね、赤土のオフロードで、ね、ハイエースタイプの車に乗って、あれがね
クーラーないんですよ。クーラーないんですけど、窓を開けると土ぼこりがボボボボ入ってくるから窓みんな開けれないじゃないですか。もう蒸し風呂、それでもって揺れるでしょう。船酔いじゃなくて車酔い、まあ、アネロン持ってたんで途中でアネロン飲んでだいぶ良くなりましたけど、もう最初の1時間は僕うーあーえーうーって言いながら喘ぎながら乗ってましたよ。さあ朝になったので歩いて村に入っていきたいと思います。いやーここからが一番のドキドキワクワクです。いやーここから僕の最大のコミュニケーション能力を発揮してなんとか協力者を見つけたいと思います。はい、今ねこの村の村長さんと、お話しさせていただきました。なんと村に入っていいよと言われました。よかったこれが一つね関門というかね、まずは一番偉い人と話をつけて、滞在許可をいただきました。今とりあえずボートはあるということなんで、ボートをね操船して魚釣りに連れてってくれるやつを探してくるから待ってねって感じでした。なので今からそのボートマンの方と、交渉が始まります。どのぐらいのお金で何日間かけて魚釣りさせてもらえるのか。はい、とりあえず釣りはできそうです。こうやってね村まで来て釣りできずに追い返されるってこともまあ海外長考では、あることなんで、とりあえず1個目の関門は突破。よかった。こう家にさ柵が、ね、ないよね。柵が、まあ、あると言ってもこう有刺鉄線もないし電気柵もないしね。やっぱり田舎はいいよ。めちゃくちゃ鶏鳴いてるしね。あと天気もいい。そして僕の体調はあんまり良くない。あんまり良くない。10段階で言ったら今レベル、まあ、6から7ぐらい。でもそんなこと言ってられないんで頑張りますよ。今交渉したら今日はとりあえずピラルクを釣りに行こうと。いきなりですよ。ピラルクを釣りに行き、で明日からは、ピライバを狙ってキャンプ3日間。今ちょっとそれにいくらかかるのかっていう値段を出してもらってますね。それによって行けるかどうか決まりますけども、とりあえずそこは交渉。とりあえずピラルクとピライバはこの村で釣れる。ピライバはちょっと遠くまで行かないと釣れない。ピラルクはこの村から日帰りで釣れると、そういう状況です。でもいい村だよ、いい村ね、閑静な村でございます。体調も良くなってきました。最高です。ナイス。今日乗せてもらえるボートが来ました。やば、ワクワクするわ。Thank you. 乗ります。 OK Let's go。 ネルソンさんです。ネルソンさん、リッキーさん、よろしくお願いします。 Go easy。 Good。 Woo。 OK。 Yes。 おー、川見えてきた。やっとやっと川が見えた。今から、アラパイマ、ピラルクの餌を釣ります。なんとその餌はアロワナだそうです。でポッパーがいいそうなんでポッパーをつけます。まさか僕がもう憧れてるアロワナが餌。 Good? OK OK OK。
わあ緊張するな、とうとう始まるぞ。皆さんも緊張してますか？僕は今もうものすごい緊張してます。投げれるかな最初。We're far. OK. Really far. More? Yeah, good. Like this? Fast? Yeah, good. Good? It's okay. It's okay. Okay.Can I try frog? Yes. Okay. Play frog. Poppa frog. Oh! Slow. Oh, oh, oh. Data, data. あ、もう？おお、よし。お、ソーリー、ソーリー、ソーリー。アロワナ。あ、出ましたね。お、むず。おお。ふぅ、ビッグアロワナ。難しいぞこのアロワナ釣り。いや、ガレッ。あ、スモールウルフフィッシュ。ホーリー。わぁ。アラパイマベイト？あ、オッケーオッケーオッケー。今タライラが釣れました。 Thank you。 こんな細い川あるんだね。絶対迷子になるねこれ一人で来たら。いやーすごい楽しいジャングルですよ。これぞジャングル。密林地帯を行きます。 OK OK。 このぐらいの針が良いそうです。カンムロの24号だね。 OK。 いろいろ持ってきてよかったね。カンムロもやっぱり持ってくるべきでよく。ラーゴに到着です。ラーゴっていうのは三日月湖みたいな感じですね。水が増えた時にこうジャングルの中に水が入り込んで、こう今寒気なんですけど、こう水位が下がってくるとこうくぼんだジャングルがの池みたいになるんですよ。こう川と分離されてね。そういうのをラーゴって言うんですけど、日本語では三日月湖なんて言います。ピラルクはそういう三日月湖に住んでる魚です。なので今本線からこの中に入ってきました。ただ、まあ、魚が全然釣れなかったので本流で、餌はね一匹タライーラがいるだけです。ということでピラルク狙い始まります。いきなりメインディッシュでございます。アラパイマ？おお、アイシーアイシー。アラパイマ？オッケー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 。ベイビー？アラパイマーの稚魚。おお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 。さっき釣れた。
chest? Over? Yeah, straight over. Straight over. Over baby. Chest. Okay. No leading.風があるとやりづらいね、確かに。おー、ベイビー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 、本当にいますよ、ビラルクーは。それ、ジオ守りです。わー、 OK、オッケー。ベイビーだから食わないと、ということで移動だそうです。ドキドキしたね。オッケー、ナイス。オッケー、レッツゴー。またラーゴに入っていきます。とにかくピラルクは人の出す音に敏感だって。これは僕予習していってるんですけど、みんなが多分そうなんでしょうね。みんなが同じこと言うってことはそういうことなんです。なのでちょっとこのピラルク狙ってる間はほとんど僕喋らないと思うんですけど、そこはちょっとご勘弁ください。たださっきの稚魚守ってたピラルク、呼吸も2回見れたんですけど、めちゃくちゃでかかったです。100キロぐらいありました。ほんとイルカみたい。あれ釣りたい。めちゃくちゃ静かです。お、なんかいた、なんかいた。ピラルクはやっぱりこういう静かな入り江が好きなんですね。めちゃくちゃ静かです。風が、風の音っていうか、風が本来持ってる音がすごいよくわかるっていうか、このラーゴに入る瞬間ってやっぱドキドキしますね。OK?
いや、eat. アルパイは eat. Hook. 大きくった。折れた。折れたけど、まだ。いや。It's okay? 折れた竿。Yeah, break line. Yeah. Please. Oh. Use it with this seal. Okay? Yeah, it's okay. Slowly. Yeah. Use it like a slowly. Tighten. Yeah, keep it tight. Okay. Tension. Okay. Alpaima?Yeah, I know. Oh, bye. It's okay. So, 折れた竿でファイトするのは初めてだ。この竿はね、試作品なんですよ。もう商品化されてるんですけど、試作で余ってる、あんまり良くない、ちょっと強すぎるねって言ってたやつを持ってきたらやっぱ折れちゃったな。もう製品版はあります、製品版はあるんですけど、すごいカーボンでね、滑るとピーが切れるから、めっちゃ緊張する。あ、めっちゃ緊張する。もうなんかやばいよね、竿折れてるのにファイトしてるっていう。失敗したな、製品版貸してって言えばよかったな。おヘッジエッグ、おこれ竿なしでやるの大変やで。おオーケー、いや、ジャンプ。 I think very big. おそう、折れた。おバレたかと思うね、一瞬ね。近づいてきた。おジャンピング、ジャンピング、うわー、あれパイマークラフックだ。よし、呼吸しよった。おー、もう一回来る。うわー、アルパイマー、やっば。スローリア、テイクマイタイム。これは俺の時間なんだ。そういえばそうだった。竿折れちまったけど。こうしといた方がマジやな。ノージャンプ。おお。
アラパイマタイヤ、おおお、首振った。ああもう緊張して鼻水まで出てきてるよ。おお空気出てきた。おおお、すごいすごいスナップ力。おおお、バレたかと思う。嫌がってんな。嫌がってる。これも俺の何かの経験になるはずだ。俺と竿で戦ったっていう何か、きっと俺の人生に残るはず。このピュアルクとの戦いが、竿は折れちゃったけど絶対釣ってやる。最後まで気を抜くな。おお、I'm nervous. Nervous. So. Oh, slowly.T6 号なんでそんなに太くないんだよな。おまけにワイヤーついてないから。ジャンピン。おおマイゴー、アルパイマンビッグアンドビューティフォー。おお、ビッグバボー、ビッグバボー。絶対あいつも苦しいはずだ。スローリースローリー、オッケー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 、スローリースローリー。うわー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 、ビッグバボー、ビッグが、でっか。スローリー、船が引っ張られてるもんね。ジャンプジャンプスロー。おお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 でかい。ジャンプ。おお。おお、ビューティフォー、ビューティフォー、ビューティフォー。よし、リーダーにサボが入ってくれた。オッケー。もうちょいだ、頑張れ。俺の夢がもうちょいのとこまで来てる。わーお、ビューティフォー、美しい。やった、ピラルク釣れた。おーし、
OK OK Venir en tu cara. Ahí sí. Up. Slowly. Oh, still swimming, swimming, swimming. Like this? Yeah, not so much. Yeah. Okay. Oh. Okay, 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 okay. Okay, 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 it's okay, it's okay. Oh, 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 run away, run away, run away. Please. Slowly, slowly, slowly. Turn bad, no, no. Slowly. Very narrow line. Slowly, slowly. Use the boga? Huh? Okay, okay. Oh, 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 okay, come back, come back. Yeah, yeah, I'll be back. Come on, come on. You want food? In the? Yeah. In? Okay. Take it. Okay. Oh, oh, oh. Go back from here. Back? Be there. Okay, okay, okay. やった ピラミック釣れた。 Okay. Be careful. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Okay. やった。まだか。行けよ、スローリー、スローリー。あー、ミラルクだ。いや、フォート。オーカース。オーケー。ハウス。あ、カメラ、カメラ。わあやったーミラルク。嬉しくて泣きそう。やったー
ったピラルク、僕の夢が叶いました。釣りハック TV の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。OK OK OK。And then let's go。Yes。やったー、ピラルクです。ピラルク釣りました。もう何も声が出ない。重たい。But I don't feel it on there. Yeah. Okay. 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 Yeah. Yeah. Beautiful. Yes, please. And look at this. Wow. Beautiful. Wow. I take many photo.Half. Yeah, half week. Mm-hmm. He might not be able to come up to his office for 4 years, and he's drunk yet. Okay. He's been bad. But I will have to take your time in the region. Yeah. It's like 4 or 5 times more. Both are dead. Yes. Okay, good. ピラルクは、肺呼吸が必要な魚です。で、彼が言っているのは、このまま逃がしちゃうと今空気を肺に溜めてない状態なので、溺れてしまう可能性があると。もう沈んでしまって、もう今すごいファイトタイムを40分ぐらいかけて上げてきて疲れていて浮き上がれなくて溺れてしまうことがあるそうです。なので、ここで一回呼吸させてからリリースすると、肺にしっかり空気を溜めてからリリースする。本当にこんなねジャングルの奥地に住んでる人たちでもこうやって魚を大切に扱ってるっていうことにやっぱ驚くし、もしかしたらこういう素晴らしい自然の中に住んでるからこそ、一緒に魚たちが住んでるからこそ生き物を大切にしてるのかなとも思いますね。こうやってしっかり肺に空気を入れてあげる。 OK。これだからちっちゃい針を使うんだな。もう針は無理して取らないと。すごいね、もう何でも知ってるね。目にパラサイト。This is real, it's leech. Leech. Beautiful fish. 最後はきなく終わっちゃった。バイバイ。Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. ありがとうみんな。ビッグバン。ピラルク無事リリースできました。最後なんかちょっとね、あっけなく逃げてて感じでしたけども、まあこういう分かり方もあってもいいかなと。いやーでも素晴らしかったです。もう何も言うことないです。これが釣りです。これが僕の大好きな僕らしい釣りです。まだまだ続きます。やっぱり折れるんですね。ダメな竿は、ダメな竿って言って弾いた竿だから。2021年6月のサンプルです。しょうがない。でも折れても魚を釣れるっていうことが分かった。なんか始まったぞ。すごい銃だ。絶対上がってこれ。いや。こう？レースは？カワウソか。Yeah, we see how good you are. Watch it. 今解説すると、あのイノシシがね泳いでた、イノシシが泳いでるぞって言ってね、捕まえようぜってなったんだけど、近づいたら潜るから何やと思ったらカワウソでしたね。あ、面
面白い、さすが南米だ。はい、お疲れ様でした。今ここは、居候させてもらっている村の、部屋のベッドです。こんな感じ、すごい親切にしてもらってて、空き部屋をね一つ掃除してくれて、泊まらせてもらってます。どうでしょう、6畳ぐらいの部屋です。昨日はね、あの後、顔だけ洗って気づいたらもう今朝5時でした。もう死んだように寝たね。多分半分気絶ですね。晩飯も食ってないですね。さすがにちょっとしんどいなって感じだったね、昨日一日。腹壊してて、そんな中夜行バスでね、あの赤土のオフロードを12時間来て、車酔いもして、腹壊してる腹壊してる腹壊してる、ね、ちなみに今も腹壊してます。なかなか治らんね。まあちょっと絶不調でしたけど、いいんですよ、ピラルクを釣ることができました。ありがとうございます。僕とっての夢のピラルクですね。淡水魚としては、世界最大級と言われるね、3メートル4メートルにもなる超古代魚、1億年前から姿を変えない、ね、ピラルクを釣ることができました。感無量だし、今起きても夢じゃないかって思うんだよね。ちょ、見ようか。 iPhone iPhone iPhone、 これ、ね、写真なかったら夢ってことっすよ。昨日気絶したように寝てたから気絶したか。あら、ほら、夢じゃない。2メートル余裕で超えてました。100キロぐらいあったと思います。めちゃくちゃ重かった。ピラルクっていうのは南米に住む、淡水魚としてはおそらく最大です。3メートル4メートル、ね、超えるような魚で、まあね、恐竜時代から姿を変えない、1億年前から同じ形をしている、そんな古代魚って言われる魚です。この古代魚の多くはね、肺呼吸を します、北米大陸にいるガーの仲間、アフリカ大陸にいる、ポリプテルスっていう魚の仲間、あとは肺魚の仲間ですね、彼らはみんな肺を持ってます。やっぱり1億年という長い年月を同じ形のまま生き残る。特に淡水というフィールドは、しばしば貧酸素状態に陥りますね、それを乗り越えるための機能というか器官で、今回ね、ネルソンとディッキーっていう若い2人、と一緒に釣りをさせてもらってるんですけども、僕は驚きました、正直。昨日ね、ピラルクのランディング方法、まず抱っこでしたよね。いろんなランディング方法があると思うんですけども、このガイアナでのピラルクのランディングは抱っこスタイルらしいですね。もうボガグリップすら使わない、まあ入らないんでしょうけど、あのサイズになると、もちろん網も使わないしロープも使わない、もう抱っこ。なんでかって聞いたらば、やっぱね、魚が大事らしいです。特にピラルクはとっても大事らしいです。取って食う魚じゃないらしいです。まあ、彼らにとっては何でしょう、僕ら日本人に例えようのない魚なのかもしれないですね。神々しい魚、神様みたいな存在なのかもしれないです。とにかく大切に扱ってるっていうのがね、感じられました。ランディングした後も、早く逃がせ逃がせっていうね、この圧力ですよ。僕としてはね、もっといっぱい写真撮りたいし、触れ合いたいし、観察したいしっていうとこなんですけども、早く逃がせ、ライン切って早く逃がせ、早く逃がせっていうね、すごいプレッシャーを感じました。だから一緒に入れた時間は10分ぐらいだったんじゃないでしょうかね。あとは回復方法。早く逃がせという割には、ラインを切った後はしっかり5分以上かけて、ね、しっかり肺に空気が溜まってからリリースをしてました。こんなね、
ジャングルの奥地に住んでる、人たちがあそこまで魚を大切に扱って、リリースする方法を知っている、それに驚きました。はっきり言って日本人よりもずっと魚のことを大切にしてんじゃねえかなと思うぐらい。イメージではね、こういう田舎の人たちってね、狩猟本能に長けてて大きい生き物は取って食うみたいなところあるかと思ってますけど、今でもでもやっぱりガイアナの人は違いましたね。すごい大切にしてました。すごい、そして勉強になりました。肺呼吸する魚は溺れる、溺れやすい。しっかりと肺に空気を溜めて浮力を保てるようになってからリリースをすると、彼らから学びましたね。え、もっとたくさん写真撮りたい、もっとたくさん観察したいって思ってる自分がちょっと恥ずかしくなりながらも、まあそれでもね、何枚か写真を撮らせてくれた彼らに感謝して、はっきり言って僕にとっていい写真かと言われればそうじゃないんですけども、いいんです、満足です。とまあこんな感じで、釣り博 TV 史上初めての海外ロケ、ピラルクーヘンになりましたけども、お伝えしました。魚としてはね、タラヒーラー、まあ、ヒットシーンないしとピラルクだけっていう動画になりました。釣り博 TV 海外長考編、第2弾、この後ね、ネルさんとね、ディッキーと一緒に、2泊3日のジャングルキャンプに行きたいと思います。大正魚、これはね日本でも言ってました、ピライーバラウラウっていう超大型ナマズです。2メートル3メートルってなる、南米随一の巨大ナマズでございます。でこれをね、さっき昨日もネルソンと喋ってたんですけど、数は減ってると、減ってるというかあまり釣れなくなってきてると言ってました。なので3日で釣れるかどうかってちょっと微妙だよって言われました。まあでもその代わりね、ジャウーだったりレオパードキャット、レッドテールキャット、他にもいろんなナマズが、中型から、大型ナマズが、釣れると、教えてもらっているので、まあ、ピライーバを狙いつつそのナマズたちの世界をね、旅してみたいと思います。もちろんね、ナマズを釣るためには餌が必要なんで、その餌となる魚たちもルアーで釣っていきますんで、ここからの3日間はね、ピライーバをラスボスに捕らえていろんな魚が出るはずです。出します。いっぱい釣りたいんで僕も、はい、頑張っていきたいと思います。次のね、動画もぜひぜひご覧ください。体調悪いですけども一生懸命頑張ります。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてピラルクの回最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ではでは、また次回お会いしましょう。2泊3日で、そのピライーバが釣れる場所まで船で、行ってキャンプをします。カモンカモンカモン。オーケー、ラウ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 。オーケー。